ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと興奮気味にレポートを撮っています。というのはですね、スノー AI で新しい機能としてね、実験をしてたんです。先日矢沢永吉さんのファンの集いのこう依頼を受けて、 A ちゃんの歌みたいなやつをこう作った没曲にですね、今回の新しい機能、自由な場所で音楽をつなぐことができるというのをね、テストを繰り返していたんですね。まあ、その内容的なものは昨日今日とですね、先ほど YouTube をアップしていますので、解説的にはそっちを見てください。その後も実験を繰り返してたらですね、今画面を見てください。ここにですね、 I love A ちゃん10という continue from、 いわゆるつなぐという処理をした音源があります。これちょっと聞いてもらいますね。I love A ちゃん。はい、このエレキギターが入るとこ、7秒のところなんですね。そこで新機能のここに秒数を入れてあるんです。もう一度聞いてもらいますね。ちょっと手前から4秒のところから聞いてもらいますね。A ちゃん。はい、ここです。ここで繋いだんですね。そしてちょっと雰囲気をですね、ピアノパフォーマンスジャズという風に全然違うものと繋いだらどうなるかなという実験をしてたんです。そうしたらですね、なんとなんとライブが始まりましてですね、あら、 YouTube どっか音鳴ってきたみたいなですね、僕は錯覚にとらわれましてですね、あれ YouTube 裏で再生しやがったんかなとか思ってたら違ったんですよ。スノーでライブ、これもね面白いんですよ。この右側の歌詞見てください。まあ僕は実験ですからですね、スノ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  AI、 頑張れ頑張れスノ AI みたいなね、337秒しよーいみたいな歌詞作ったんですよ。すの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  AI、 頑張れ頑張れすの AI、 こんな感じですよ。これをつなごうとしたらできた曲。さあ皆さん、5 4 3 2 1 0。始まりますよ。スノ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  AI、 はい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 、頑張れ頑張れスノ AI、 ほいほい、スノスノピアノ入ってきた。スノスノ AI、 頑張れ頑張れスノ AI、 頑張れ頑張れスノ。あ、エンディング来るのかな、こう思ったんですよ。おー、なんじゃこりゃ。じゃあありがとうございます。まだ行くで、まだ行くんかいって感じですね。はい、どうですかこれ。もうすごいですよね。これがね、どこかからこう引っ張ってきたような、まあ音源が後ろについてるというんだったら分かりますよ。内容がスノー AI ちゃんちゃん。どうですかこれ。僕はちょっと真面目な話、今日からですね、本当にスノ AI を課金して使わないと音楽を制作する人はですね、もちろん今までの DTM というか DAW で制作もやったらいいと思います。でもこれは絶対
体験しておく方があなたの身のためになると僕は確信しています。僕は Facebook でグループを作っていますけれども、その皆さんには言いました。もう今日からは時代が違うと。今までは遠慮気味に、まあできたらその課金した方がいいかな、チャット GPT もやっぱり課金しておく方がいっぱい便利なツールあるよと、僕も GPT いっぱい作ってるよ、そんな感じで言ってたんですけれども、もうやらないと遅れる、まあまあもう十分遅れている人もいると思いますが、もうここで頭を切り替えた方が身のためです。はい、ありがとうございました。